どうも。いいです。ということで、次が静岡遠征、1メートルで、まあ予定的には5日間あります。まあ最初の2日が滋賀ということで、頑張っていきましょう。バイバイ。はい、ということで、今現在は6時50分ということで、8時10分なんで、一旦食堂で朝ごはん食べて、まあ、準備は昨日のうちに済ませてるんで、ということでですね、出ていきたいと思います。どうします。車来た、やべー。はい、ということで7時半です。言ったね、8時出発って言ったね。ということで、まあ、荷物はいろいろってかもう準備してあるんで、出発したいと思います。今回持っていくスパイクは、DS ライト、まだ YouTube では紹介していないあのスパイクがありますんで、楽しみにしてください。いや、行きます。戸締まり OK。 行きますか。はい、久しぶりの生ひげ。おい久しぶりの生ひげ。いいね、美女いいやん。美女いい、美女いい。元がいいから。あー、無理がある。生ひげの挨拶ないの。生ひげの挨拶、うん、うひうひ、どうも生ひげです。おはっはっはっは。じゃあねー。あ、やばい。どっこいしょー。おぉ、あ、横立ち。おぉ、ちょっとさ、横立ち。部屋でじっくり自己紹介しようか。エゴエゴ。ちょっとテクスやってみて、弁当なかったら言って。前あるから。あ、ごめん。後継、後継。あ、あ、はい、これ何、アウト。ちょっと待って、ちょっと待って。これは無理じゃん。無理。ジャイアン。お前じゃねえ。出ていけ、日本から。ジャイアン。おいろ。お前。早く行って。すみません。よし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 。よいしょ。2時間ぐらい行くの。松本健二。来ました。2、2、え？これ7階やないか、お前。皆さん、7階まで階段で上がっています、うん、やっぱりこういうところで鍛えていく、やっぱ意識っていうところ。5、よし。6、よいしょ。来た。27-01。お、角部屋。角部屋来た。イン。え？なんか切るじゃね？エゴエゴ。じゃあまず、入り口こんな感じですね。白と黒を基調とした。
非常に綺麗なお部屋となっております。使う？使わない？プロ。そしてハンガー、そして空気清浄機、余裕でつくやん。これ間接照明あるよ。回してつけるみたいな感じじゃないですか。あ、これだ。うい。冷蔵庫。冷蔵庫？冷蔵庫。スイッチオン。って感じですね。あ、じゃあ改めて。久しぶりの猫立ちです。久しぶりの登場で。怪我してから。ね、何してんすか？何してんだよ。大怪我も大怪我。ね、何も。以上、部屋レビューでした。いただきます。エゴエゴ。映ってる。映ってる。あ、映ってる。1日目、お疲れ様でした。今回はね、トレーニングしてからホテルに到着ということで、トレーニングは、まあ、明日ね、試合があるんで、それに向けてっていう感じでしたね。まあ、最近はディフェンスをやっておりますが、いろんなことを吸収しながら、サッカーに取り組んでいこうと思っております。ディフェンスなんで、まあ、守備っていうところで、しっかり改善していければないかなとは思います。で、私の改善ポイントとしては、ビルドアップというところが、課題としては挙げられるので、ボールを持っちゃうっていうところが課題ですね。やっぱり一番後ろでプレーするっていうところなんで、まあ、一番ゴールに自陣のゴールに近いっていうところで、まあ、失っちゃいけない、まあ、リスクもあるっていうポジションなので、まあ、リスク管理もしながらまずは前を目指すっていうところを意識して頑張っていこうと思います。まあ、明日試合なんで、一生懸命頑張ろうと思います。1日目の反省でした。はい、ということで、1日目終了です。どうでしたか今日？マネージャーをしてました。もう暇すぎ。結構気軽にいるんでマネージャー頑張ってもらいたいと思います。ということで明日も頑張りましょう。バイバーイ。